Hello everyone。今日もくずし字を解読しましょう。今日は素音のない詩です。さて。これでございますが、なんと読むんでしょうね。これは春という漢字をくずしたものです。 次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます次はなんかギロッとのぞいあのにらんでるような漢字ですがこれは「夜」という漢字ですそれからこれは「の」という能力の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます さてこれは何だと思いますか下にそうですねカタカナのタのようなものがありますはい、えー、勘のいい人はこれはこれだろう夢夢という漢字を崩したものですねこれはカタカナのハに見えますが漢字のハですハと読みます 小さく出てきましたね「つ」のようですが「う」でもなく一体何と読むんでしょうね元の字は可能の「か」です「か」と読みますこのように小さく出てきますので、えー、注意して見逃さないようにしてくださいこれは「り」です四角の中の字体と 同じですね。これは、那須高原の那という漢字を崩したものです。那と読みます。これはですね、つのように見えますが、ると覚えてください。小さく出てきます。これは、 手という漢字ですね。次は枕という漢字を崩したものですね。これは世のようですが、左から入っています。これは二という漢字を崩したもので。二と読みます。おさらいのところで見ていきますよ。 次はこれはそうですね「かに」かかと書いてあるんでしょうねでもこれはですねなんでか「か」って書いてあるのかってちょっと疑問に思うのは、えー、私たちが使っている平仮名の「か」とちょっと違ってなんか「くずし字」の方は画数が多いように見えます。えー、か丸の中の中し字は、 加えるという漢字を崩したものですね私たちが使っている「きくけ子」の「か」これは「くわえる」という漢字をかなり崩したものです。丸の中のものをもっとシンプルに崩していくと今四角の中に現れています私たちが使うひらがなの「か」となっていくわけです。 これは「火と書いてありますねこれは1行置いて右側の下から2番目で出てきましたこれは那須高原の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「く」ですこれはどうですか「た」ですね 次はこんなところのも読まなきゃいけないんですよね。これはですね、えー、繰り返しの記号です。次は、ん。これは名前の名という漢字を崩したものです。そしてこれ、これはですね、こういうふうに棒のようになってますが、これはひらがなの子です。 だいたいこそ」とか「心とか「こと」などというふうにも決まりきった、えー、言葉がありますよねあの場合によくこの「この下の部分」がまっすぐになっている場合があ,あります覚えておきましょうほらねこの「えー、そ」に続くわけです「ろ」のように見えますが「そ」なんですよ 炉はもっと右側の膨らみが大きい風呂の炉という漢字を崩したものですので大きいんですこれは木曽、えー、山脈の祖曽、えー、我兄弟の祖という漢字を崩したので、えー、スリムですこれはお,おいてという漢字を崩したものですひらがなの「お」の元の字です おと読みますよこれはしです「これはかい」という漢字を崩したもので「け」と読みますこれは「れ」ですね。 それではこれまで読んできた歌を上の句と下の句に分けて見ていきましょうまず上の句ですこのように書いてありますこれを読みやすくしてみましょう「春の夜の夢ばかりなる鎌倉に」「手枕ではなくて鎌倉」 と読みますえ。次は下の句です。このように書いてあります。かいなくたたんなこそおしけれとなります。おしけれのをは今、えー、右側にあるようにここでテキストではあいうえおのをと書いてありますが まあここ時点ではワイウエオのなんです。ただもう、えー、このテキストは江戸時代に出版されたものですこの頃にはもうすでに「オ、それから「オ、あ行」と「わ行」の「オ、えー、と「オがもうほとんど区別されなくなっていますこの回のおさらいを してみましょう。ここに出てきましたね。これは乃木坂の脳を崩したもので、脳と読むんでしたね。乃木坂ののです。の。の。私たちの使っているひらがなのに近づいてきましたね。 これも能力の能という漢字を崩したもので、能と読みます。これも能と読むんです乃木坂の能を崩したものも能力の能を崩したものも能と読みますいいんですこういうふうにあの字が違っても音が同じであればですねそんなふうに何種類かの字が用意されていました今は能と言ったらこの「 えー、赤い字の「脳しか金、えー、では使いませんが昔はほかに「農業の脳であるとかね「濃い」「濃縮の脳ですね、えー、そういうものを「脳の代わりに使っていました「えー、能力の「脳という漢字をおこのように崩して「 のと読ませていますこれはカタカナのハに見えてますが漢字のハチを崩したものでハと読みますハチのハどうですか この小さくくるっとしたものは「可能のかという漢字を崩したもので「かと読むんでしたね「可能のか。これもこれもこれも全部「かと読みます小さく出てきますので、えー、注意してくださいねこれは那須高原の那。 という漢字を崩したもので、なと読みます。ナス高原のなです。れのように見えますね。でも左側の部分が、えー、画数が多いので、れとは違います。なです。 これは2という漢字を崩したもので、2と読みますね。よではありませんよ。国の宮の2、もともとは括弧の上の字のように括数の多い漢字でしたが、いろいろとし取り除いてシンプルにしまして、括弧の中の2、えー、に,になっています。これを崩したものがこれです。 左から入ってますから、やっぱりこの左側の部分がポイントになりそうです。ふと違うところはさらに棒がまっすぐ。え、今本部に出てきたのはこのタイプですね。最後のタイプです。これでもやはり左から入っているというところで、矢行の与とは区別してくださいね。え、また出ました。 これは那須高原の名という漢字を崩したものです。名と読みます。え那須高原の名です。これもこれもこれも,これもこれも全部名。えー、これはですね、置いてという漢字、場所を表しますね。置、えー、いて日本武道館とかですね。 国際フォーラムなんていうふうにですね場所を表すときに最初につける漢字ですよねこれは「お」と読みますひらがなの「お」のもとの漢字ですえおいての「お」他のように見えますが左の部分はあの方,が方角の方を崩したものですこれが今私たちが使っているひらがなの「お」に かなり近い形ですね。はい。これは海という漢字を崩したものです。けと読みます。海はけと読む。この海という字の屋根の部分を。 平らにして足を一本取るとですね、カタカナのけになります。想像してください。えさて、この字はこんな風に屈されます。これなんかカタカナのけになっていきそうですよね。はい、えー。他のバージョンで読んでみましょう。 これは、春という漢字を崩したものです。これは、のですね。たつのおとしごのようなものです。これは何でしょう。これは、与えるという漢字を崩したもので、よと読みます。この形は、先ほどおさらいのところで出てきましたね。 能力の能という漢字を崩したものです。そして能と読みますね。春の夜のと書いてあります。これは理由の有を崩したものです。そして有と読みます。このひらがなの有もこの理由の有を崩したものから来ています。 これは免許の面。仮名として読むときはめと読みます。これは物という漢字を崩したものです。物ははと読むということですから、はと読んでください。これはかですね。 次は何でしょひらがなのはプラス「木のようですが「わ」ではなくて「利益」の「利を崩したものと「木が合体したものです「なし」という漢字ですね音読みは「利ですからここでは「利と読みますこれは「那須高原の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます でこれは「る」ですね、えー、これは「も」ではありません「も」というのは膨らむのは右の方ですこれは「手」ですねこれは「枕」という漢字を崩していますこれは「よ」ではないんですよね となると二です。うのようですが、うじゃありません。下の部分がかなり丸くなってます。これは、可能のかを崩したもので、かと読みます。これは何でしょうね。比較の比。えこれを崩したものです。 そして、ひらがなの「ひ」はこの「ひかくのひ」を崩したものです、えー、これは奈良県のなを崩したもので「な」と読みまするのように見えますけどもなんかこう、えー、首がうんとないみたいな形ですこれは「く」です これは「た」そしてこの「うん」と小さいのがですね繰り返しの記号ですこれは「ん」と読みます次は「な」これは何でしょうね

これは「しこれはかい」という漢字を崩したもので「け」と読むんのでしたねこれは「れ」ですいかがでしたかお疲れ様でした。 次回は三条院の歌を使ってくずし字を読んでいきます何度ももう一度再生をしてですね読めるようにしていきましょうそれでは皆さんごきげんようまたお会いしましょうさようなら